いつも大変お世話になっております古美術吉戸の吉戸です。本日はちょっと趣向を変えまして石をご紹介したいと思います。本作品はですね、中国の北西時代あるいは唐の時代に掘られた、焼成されてないんですよ、石の彫刻なんですね、掘り込まれた制作された素晴らしい白大理石を使いました白玉の獅子ということになっております。どうぞよろしくお願いいたします。本作品はですね、白大理石という、まあ、皆さんよくご存知の大理石をですね、巧みに非常に高い素晴らしい技術で彫刻刀でですね、彫刻刀というかのみでですね、コンコンとこう丁寧に丁寧に丹精に掘り出して制作されました、ものすごいえげつない縦紙の素晴らしい獅子でございます。本作品はですね、まあ、北西の時代あるいは唐の時代というふうに言われておりまして、まあ、北西という時代がですね、550年から577年の約6世紀の時代なんですね。でその時代に白大理石の彫刻が、まあ、盛んに河北省というところでですね生産されて、ですから大体白大理石の作品は北西の時代だというふうに言われてるんですけども、その後の618年から907年唐の時代なんですけども、唐の時代でも制作されています。しかし唐もですね、さっき言いました通り600年から900年ぐらいまでありますので、もちろん唐でも前期中期後期晩期というふうに分かれておりますし、本作品はですね、まあ、6世紀か7世紀ぐらいの作品というふうに考えられます。なぜかというと非常に厳しくて、その獅子の様子とか縦紙のボリューム感とかですね、そういった時代のその獅子の変遷、獅子の、ね、形跡の変遷があってですね、唐も後ろの方に行くとなんか犬みたいな可愛いワンちゃんみたいなですね、迫力がなくなってくるんです。だけど古ければ古いほどやっぱり縦紙がボリュームがあって彫りが強くて、まるで本当にもう噛み殺しに来るようなですね、鬼のような獅子、もっこりとしたですね、筋肉をブワウンときたようですね、そういった獅子になってくるので、本作品のあまりにも素晴らしい迫力、力強さから考えて古い時代北西の作品だというふうに私は見ております。本作品もですね、相当前ですよ、十数年前に私がある日本人のね、昔からずっとこの石を集めているコレクターから分けてもらった作品なんですけども、ですからもうお客様にねお譲りした、お納めしたのも随分前なんですよ。でそんな高い価格ではなかったんですけども、私が手に入れたもの時自体が15年前で、その30年ぐらい前からお客様というかそのコレクターの方がお持ちだったんですね。それを分けていただいたと。でそれをたまたまずっと家に飾ってた、実家の隅っこの方にずっと飾ってたんですよね、書斎のですね、そしてそれを何か前に発見してですね、それで改めてですね、わあこれ懐かしいって言ってですね、そのご紹介、お客様にご紹介させていただいて、リーズナブルなね、非常にチャーミングな価格で、もうそれこそその時の価格ですよ、その時買った原価より下回るかそれぐらい覚えてないんですけど、もう非常にお得なお値打ちな価格でお客様に喜んでいただきたいという一心でお譲りさせていただいて、それでご許可いただいてですね、 YouTube にさせていただいたと。でこのそう納めしたのずいぶん前の話で、この素材も記録用というか、YouTube 云々っていうことよりも、こんな素晴らしい作品をしっかり残してね、みんなに見ていただこうと。このなかなかね、陶磁器っていうのはありふれてるんだけども、このすごい迫力のある見やすい素晴らしい石の作品、しかもよく石仏って言いますけど、仏様じゃなくって動物とか、そういったものにもね素晴らしい作品がいっぱいあるんですよ。そういったものを見せたいなと思ってて、でもやっぱりそんなね、もういいやつっていうのがそのないですし、このお見せできるようなものっていうのは手元になかったので、この YouTube がね、その発足して流行り出して、で私がね YouTube に手を染め始めてっていうと、この作品、この作品はぜひみんなにも石のね、こう良さとか素晴らしさっていうのを知っていただくためにも、ちょっとお見せしたいなというふうに思ってご紹介させていただきました。うん、本当に素晴らしい。やっぱり金石って言って、金属金鉱品と石仏石彫作品っていうのはやっぱりね、書が中国ではね、やっぱり金石書画っていうものがもう一番ナンバーワンとされてるんですね。そして陶磁器っていうのはその下のランクだというふうに、だから陶磁器のディーラーよりも書画の目利き、書画の達人、金石の達人の方が尊敬されるんですよ。だから非常にね面白い。だからそこがなんかね、やっぱ日本でもさ、
そば、そば屋さんとさ、うどん屋さんだったらそば屋さんの方がなんか上っぽいじゃないですか。あの技術的になぜかは分かりませんけど、もう江戸時代からやってるそば屋、江戸時代からやってるうどん屋さんってあるんですかね。そういう場所で香川の方に行かないと分かんないんですけども、あの、まあ、香川の方のうどんって本当すごいコシがすごいあってでもね、美味しいんですよね。すごい私もね、うどんかそばかって言って本当に悩んじゃう。本当にね、多分ね1週間時間をくださいって言わざるを得ないようなねぐらいどっちも好きなんですよ。だから最終的に何ていうの、ずっとこうカレーうどんとかいろんなものに転用できて、焼きうどんとかね、あのきつねうどんとか月見うどんとか、まあ結局飽きないっていうか、いろんなことができるのはうどんなのかなとか、冷やうどん、まあまあ、まあ考えるんだけど、でもやっぱりそばが好きなのよね。だからどっちとも構図つけがたい。本当に難しい。ちょっと1週間考えてもね、答えが出ないかもしれない。そばもうどんも好き。うん。それぐらいですね、金石っていうものと書画っていうものは、二大巨頭としてですね、中国で、その、非常に重んじられているものがありまして、で、ぶっちゃけ陶磁器よりも全然上っていうふうに扱われてるし、その跳ねるとき、跳ねるっていうと、あれちょっとおかしいんですけども、その金額がブーンっていくときは、金石とか書画の生き方って陶磁器の何倍もすごいです。もう本当に例えばもう何億何十億っていうのも全然あるんですし、陶磁器よりもちょっとこう桁が一個違うなっていうような、それぐらい、そのなぜかっていうと、陶磁器ってやっぱろくろで基本弾くので、いっぱい一日に100、200、300って弾けるんですけども、こういう石の石のね彫刻作品、金の金鉱の作品っていうのは一日に一個も作れないんですよ。だってこれ一日で掘れないですよ。やっぱり何日も何日もかけて、まだ素材の吟味、しかもあの焼き物っていうのは、その素焼きの前に成形の段階でしくじったら、もう一回溶かし、割って溶かしてね、水に溶かして土になるんだけども、この石ってしくじったら無理なんですよ。だからでっかい作品をしくじって小さい素材まで削り直して、ちっちゃい作品にすることはできるんだけども、もしパキンと割れたりとかしくじったら、もう取り戻しがつかないから、素材のね、だからもうそれだけ吟味された貴重な貴重な大切な石とか大切なもう玉をね掘ってるんだから、緊張感が違うっすよね。全然本当に焼き物ってまあ土だからね、最悪溶かせばいいやってなるし、もちろん染め付けとかさ、ある程度までやっちゃって焼いちゃって、それで失敗したら無理なんだけど、もう緊張感がね、はっきり言ってちょっと違うっすよね。で、まあ、書画は書画でね、まあ、僕書画全く分かんないんで何とも言えないんですけど、書画は書画でやっぱりその一筆一筆のね、筆運びとかいろんな、その紙もね、当然いい先生はいい墨、いい紙を使ってるから、当然無駄にしないという気迫でね、やってらっしゃるなと思うし、だからそういう意味でね、その制作数とか残存数っていうのは、金石は本当に少ない、めちゃくちゃ少ない。だからそんな簡単に作れないからね。だから焼き物とってね、その1日100個200個引けるんだけども、その窯の中に入れられる容量っていうのは決まってるから、やっぱりその中でセレクションされていいものしか焼けないわけだから、なかなかね、その作ったもの全部焼いたわけではないわけですよ。このいいなって思った、これこそはって窯に入れたいなっていうものだけ入れてましたので、その窯もね、やっぱ炊くのもタラじゃないから、その5日とか6日とかずっと焼き続けるから、そのすごい量の薪を使うわけだから、森がね、砂漠になるんですよ。焼き物を焼けば焼くほど、万里の長城をね、その作った時レンガでやったわけだけど、そのレンガ焼くために薪をいっぱい燃やしたから、大森林が砂漠になったっていう、本当ですよ、これ本当の話、僕聞いたんだから。だからそれぐらいね、木を燃やす。だからその一つの窯が終わる、やめる時っていうのは、その周りの森林の薪がなくなった時なんですよ。だから窯を築く時に森があって、水が豊かなところで築くんだけども、気づけばね、もう森がハゲ山になっちゃってね、もうなくなっちゃう。だからそしたらその窯移ったりとか廃業って言って潰れるわけですね。だからやっぱりその薪も運ぶの大変、もちろん昔車がないわけですから背負ってやるわけだから、その水とね、水と土の方がまだ運びやすいんだよ。土ってそんないっぱいいらないから。ただ薪ってもうトラック80台分とか、今現代でいうね、それぐらい連邦式のぼり窯でかいやつ焼くときはそれが必要なんですよ、薪がね。だからやっぱり森、木が近いとこ、そしてコネコネしたりとか、いろんなね、水が近いとこじゃなきゃいけないので、それがマストな条件なんですよ。で、窯をね、築くのに、この斜面のいい感じとか。で、土っていうのは別にほら、そんなに重くないから、重いんだけど、そんな量使わないから、土はどこかからね、持ってくることができるんだけども、森をね、赤松の木とかね、そのよく燃焼効率のいい木があるところに窯を築く。だから山奥にね、
その窯を築くんだけども、あ、それはごめんなさい、それは焼き物の話なんだけども、この石の話、石はね、その河北省っていうところですごくいい白大理石が取れたんだよね。だから河北省博物館にね、白玉のものすごいコレクションがある、うん、すごいいいとこなんですよ。僕行ったんだけども、ものすごかったね、本当にいっぱい、本当にこれすごいなって。石がやっぱ白大理石、白玉とも言われるんですけども、この獅子に使われてるのこの石がね、あの本当にいい石じゃなきゃダメなんですね。やっぱりね、粗雑なやつとか混ぜ物が多い、混ざり物、不純物が多いようなあの石っていうのは全然輝きが違うんだけども、本作品はね、やっぱり彫りが違う、その縦紙とかボリューム感とかこの迫力全然違う。やっぱりこれ相当なね、腕の立つ先生、熟練の先生が彫ったんだと思います。だからその、なんていうんですかね、焼き物と違ってさ、結局石を彫るだけだから、そのなんていうの、うんちくというか、この絵付けかとかいう、この何もないので、このただただこの迫力とか、この力強さ、いい石、いい彫り、そしてこのなんていうんですかね、類まれな迫力ね、まあ、足があって当然あったと思うんですよ。足があってね、多分ね、こうピンと獅子があって、その下に台があってっていうもんだと思うんだけど、それがボキッと折れてる。だから多分地面にこのくっついてたやつをこうボキッとこう何かの時に戦争とかね折れて、それがまあ露天してここまで来たんだというふうに思います。そしてあの欧米人とかね、中国人だと綺麗にピカピカにね磨いちゃうんだけど、日本人だからあえてね、この土がついたこのダイナミックなね、この野生的なこの風合いを残したままにあの残っただと思う。これは誰が見てもね、一目惚れするようなすごい強い作品、すごくいい作品だけどね、もうあのね、個人個人でね、すごくもう15年以上前にね、あの非常に安く譲っていただいたので、まあ、非常に安くといっても妥当なね、この金額制的なあれであって、でお客様にそのままお渡ししたので、これはねちょっとおって思うような非常にレベルの高いいい作品。これに、ね、台とかつけてね、ちゃんとしっかり飾れるようにすると、やっぱりすごく光ってくる、ピカッとね、こういう一つの、まあ、そんなに大きい作品ではない、まあそんな小さくもないんだけど、これだけでもね、やっぱりグワッと、と重さがねすごい重い。やっぱりね、密度が濃い、いい石はね、いい石は密度が濃いなって思いますよね。なんか軽いなって思うと、やっぱりちょっと人造物だったりとかね、そういうこともあるんで、石は難しいんだけどもね、うん。あ、でも本作品のようにね、やっぱり一目見てグワッとこう取り込まれるような迫力があって、石が艶やかで重くてね、いい、そういう、あと彫りがね、やっぱりもうすごいなって、こう一朝一頭にこう命がこもってるという感じですね。さすがだなというふうに思うので、ついね、思わずあの陶磁器じゃないこの石の作品、迫力作品をご紹介させていただきました。詳しくはですね、本を読んでいただいて、私もそこまでうんちく垂れるほどは詳しくはないので、まあ、ぜひです。でもただこういうね、いい作品もあるんだよということでご紹介させていただきました。いつも本当にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。失礼します。古美術吉戸は、古美術の良さ、美しさ、楽しさを伝えたい、広めたいと願い、古美術業界の発展の一助になりたい一心で、一生懸命に動画を制作しています。どうか温かい応援、チャンネル登録よろしくお願いします。いつも本当にありがとうございます。